日本学術会議に中国ファーウェイ先日日本学術会議が公表した第25期連携会員に会議室日本株式会社の顧問が含まれていることが明らかになりましたまあこちら中国のファーウェイの企業でございますけどもこの会議室日本は アメリカ政府の制裁対象になっているはずでございますが、現状ですね、日本学術会議については、任命拒否同行と、おかしな野党の皆様や、その支持者の皆様が大騒ぎをされておりますけども、このように、やぶ蛇が続いております。 こういった日本学術会議の実態を見てしまいますと、今回の任命拒否は、任命拒否をしたことが問題ではなくて、まあ、こういった問題について、これまで任命拒否を行えていなかったことが問題であると言わざるを得ませんので、日本政府には速やかに日本学術会議に、 おかしな存在が紛れ込んでいないか、徹底的に調査を行っていただくようお願いいたします。以上になります。ご静聴いただきありがとうございました。